よし、じゃあ今回ね、また稲妻の魔人ゲームの続きをやっていこうと言いたいところなんだけれども、ちょっとその前にね、私にはどうしてもやらなきゃいけないことがある。それは何かというと、これだ。はい、冒険ランク今35なんだけど、見てこの冒険経験値溜まりすぎ。まあ武器のレベルもね、上限がね世界ランクで決まっちゃってたりするから、冒険ランクか。突破任務を受けるぜ、いよいよ。いや、毎回さ、難しくてさ、またあれ、いろんなボスと、ボスっていうかさ、あのヒルチャール、矢を撃ってくるヒルチャールがもうやでやで矢を撃ってくるヒルチャールが嫌。烈海か鳥海かパーチーで挑んでみます。てか、ここってなんかさ、ゲームスタートの時の画面のさ、世界にちょっと似てない？ほら、もういやらしいのよ。そうさ、離れてまとまってくれればいいのよ。なんかさ、離れてんのもいやらしい。君たち本当にいやらしい。やらしいのはいけないと思います。やらしいのはいけないと思います。あいつを起こさないように、絶対にね、絶対に起こさないように。こっちだ。なんだ、うわ、最悪、起きちゃった。今度は烈海からどうだ。よし。いや、やっぱりでもさ、突破任務の敵は強いな。うわー、出た。これ人を殺めるためだけに作られた、そのさ、光線みたいな、本当に殺意高いからやめてほしい。フレンドさんからお誘い来ちゃった。俺突破任務の最中なんだ、ごめんよ、本当にごめんよ。俺のこと嫌いにならないでくれよ。よし、これが問題なんだ。突破任務1の時そうだったんだけど、両サイドにさ、あの矢を一度に5本ぐらい撃ってくるとんでもねえヒルチャルがさ配置されて、今回どうかな。あ、今回大丈夫そう。呼び寄せて狙撃をいっぱい出しておいて、これで烈海下で暗い暗い、よしよしよし、いいぞいいぞ、入ってった、よしよし。雷の矢とね、氷の矢と炎の矢と、でも大変大変、これどうしよう。立ち止まった瞬間やられるから、立ち止まらずに、なるべく立ち止まらずに、その動かざること山のごとしみたいなさ、ずるいんだよ。せめて一箇所に集まってくれればなんとかやりようもあるのにさ、これじゃあもうどうしようもねえじゃねえか。鳥海下を使って、よし、鳥海下でポンとやって終了。いや、なかなかきついけど、まあいけそうだね。もう蘇生のもんが本当にありがてえよ。うわー、また殺意高いわ。殺意高いのあるな。何にもないんかい。ホタテンが輪切りになっちゃうよ。うわー、これもここもやらしいのがいるぞ、本当にさ。これじゃあ日が暮れちまいそうだ。ここ氷、水だからさ。あー、バイ、まずい、非常にまずい。こう、美しい。お前らはもう死んでいる。よし、これが最後のっぽいね。うわー、浴びってるね。烈海下で爆破していく。シャンリンが凍ってたって自動的にダメージが与えていく。一体何が出てくる。雷無双であってほしい。やったー、雷無双だ、私君大好き。とりあえず烈海下でどこか。うわ、当たんない。ダメージを与えるまでのその時間のズレがちょっと問題になってくるな。チャンス&チャンス。クソほど当ててやる。俺が狙撃いっぱい出して、いっぱい出して、ほら、くらえくらえ、大爆発。よしよし、ドリルスペシャル。ここからが問題だな。どうすればいいんだ俺。グーパーと草も効かせられるはず。うん、これやばいな。あー、ダメだ、回復しちゃった。これの爆発でいこう。よし、よっしゃー、突破任務大成功。一気に40までいったね。でもそんなものか。もうちょっと上がるかと思ったけど、40で止まったね。あ、あ、うん、うん、え、何？世界ランク5まで行っちゃった？もしかして。確認してみましょう。冒険ランク45まで行っちゃった。世界ランク5になっちゃった。これもう次の突破任務受けられるのか、もしかして。これキャラを強化しないとまずいね。敵の強さの上昇幅についていけないぞ、これ。ほら、出すもの出さんかい、キャサリン。じゅーん、よし。で、また突破任務なのね。ちょっと次は勝てる気しないんで、ダメだね。ナヒーダ欲しいよ、ナヒーダ欲しい。ニーロー欲しいよ、ニーロー可愛いよ。カレー食いてえな、インドカレー食いてえ。ちょっと我慢できないんで、腕試ししようか。このさ、見て、このマントの揺れ。これがね、星5の揺れなんだよね。あー、いいぞー。滅城産業強いよ。かわいらしいぞー、レイラちゃん。わー、背中もいいぞ、肩甲骨がいいぞ。なんかすごいね、ネジネジちねってるんだ。そんな髪の毛どうやってちねったのそれ。あー、綺麗。このチャラチャラ部屋に欲しいね。
というわけで稲妻に舞い戻ってまいりました。では任務の続きいきましょう。確かね、木漏れ茶屋に向かうっていうやつだったね。いやー、このね、稲妻の屋台めっちゃいいよね。これ寿司、たこ焼き、おむすび、だし巻き卵。ホタテン、ちょっとテーブル高いねこれね。ホタテン、座高が足りてないね。お帰りください。なんか一元さんお断りみたいな場所なのかな、木漏れ茶屋って。約束を破るだなんてひどいな。え、君たちこそ俺のことを忘れてたじゃないか。もう冗談はここまでにしよう。知り合って間もない人にやる冗談じゃないよねこれ。よし、じゃあここに来たからには、太郎丸がね、隠し持っている例の物、獣肉とオニカブトムシ。オニカブトムシ食べない方がいいよ太郎丸ちゃん。はい、では千獣百目心臓に向かいます。みんなこの千獣百目心臓を見にね、稲妻に来てるわけだからね。なんかちょっとホタテに顔似てない？ライデン将軍は神の目を集めさせ、この心臓にはめ込んだ。あ、なるほどね。だからライデン将軍はね、変わらない永遠の国を目指してるんだけど、まあ神の目というね、常人ならざる力をもたらすものがあることによって、なんか革命とかさ、そういうのが、そういう変化を起こすのを嫌ってるんだろうね、ライデン将軍は。はい、では次、シャブ行所に行きましょう。神里お嬢様とご対面だ。列を組んでね、こうやって移動してる。君たちちょっとキリギリのさ、素材に必要だから殺すね。やばい、世界ランク上がってるから。ちょっと待って、やばい、列開花でも全然死なぬわ。まずいねこれ。ねえ、やめて、それやめて、やばいやばいやばい。なんとか倒したぜ。いやこれ今のパーチーのレベルじゃ通用しないぞ、もうこの世界じゃ。バラさんとかどう？バラさんはマッシュルーム、キノコそんなに食べる？バラさん本当に。これちゃんもキノコなんだよな。なんか原神の女性はキノコが大好きなのかな。圧倒的な素材不足だ。全く足りやしねえぜこれ。はい、来ました、シャブ行、シャブ行所に来ましたよ。いいところだよね、本当に。本当にあれよね、両家のお嬢様だよね、神里お嬢様とさ、あやとお兄さん。ではいざ本部に潜入する。そんなことないだろ、失礼だぞパイモン。いるぞ、屏風の向こうにいるな。これ屏風の向こうに隠れてるぞ。朝早起きしてさ、メイクすんのめんどくさいから、客に会うたびね、知らねえやつに会うたび、そんなめんどくさいやってらんねえってことで、この屏風っていうなんかアイデアを思い浮かんだのかもしんないよね。シャブ業は将軍様に仕えているとはいえ、ちょっと待って、その服がそこに干してあるっていうことは、今お嬢様は一体どんな格好をしているんだい？おう、ホタテなんでその冷たいんだ。ちょっとあれか、嫉妬してるのか、もしかして。ホタテ、俺がお嬢様にちょっとなびいたからって嫉妬してるんじゃないだろうな。可愛らしいな。お待ちください。そんなに待ってほしければ、その屏風から出てきて、あらわな姿をわしらに見せんかい。ではお願いします。これは洗濯はもうしてあるのか、それともこれから洗濯するのか、どっちなんだい。着物がここにあるということは、一体どんなあられもない姿でこのお尻の中に隠れているんだ。ほら出てきなさい。うわー、かっこいい、かっこいいぞ。もはや、もはやホタテン、ホタテンの家なんじゃないかこれ。キルビル、キルビルだねホタテン、ホタテンキルビルだよ。コンダ村の状況を調べに行きましょう。コンダ村になんか神の目を失って困ってる人間がいるらしいぜ。おお、なんだ、老人が集まって井戸端会議でもしてんのか。老人のね、老人のこの井戸端会議の情報もマジやばいからね、あんま舐めない方がいいよ本当に。